で殴られても平気な博士は紳士の国イギリスにいるという。そんなジェントルマンがいるならぜひお会いしたいと、我々はロンドンから車で2時間、海辺の町ブライトンにやってきた。ここがその博士の研究所、 D3O ラボ。一体スコップで殴られても平気な博士とはどんな恐ろしい人なのか。どうやらあの男性のようだ。たまたま部屋にあったスコップを手にしてみると、どうぞどうぞってことないな。了解は得た。そこで殴ってみた。するとにこやかに握手を求めてくるではないか。この人こそスコップで殴られても平気な博士、 D3O ラボ社長リチャード・パーマー氏。いくら殴っていいと言われてもさすがに気が引け、強くは殴れないが、博士自らガンガン足を叩いても全く平気。一体なぜ強く殴っても痛くないのか。その秘密はこのオレンジ色の物体。何これ。これこそが今世界が注目する驚きの新素材 D3O。触ってみると非常に柔らかい。どうしてこれを身につけただけで痛みを感じなくなるのだろうか。そのメカニズムをパーマー氏は D3O の原料で説明してくれた。 D3O は普段は柔らかいままだけど、衝撃を与えると一瞬で硬くなるという特性を持ってるんだ。そう、見ててごらん。殴ってもびくともしないけど、すぐにまた柔らかくなるんだ。面白い。一瞬で硬くなり、すぐに柔らかくなる。なんとも不思議な物体だ。そこで D3O をちょっとお借りして実験してみた。まずスイカをスコップで叩いてみると、当然割れる。続いて D3O を乗せて再び叩いてみる。なんとスイカは割れなかった。さらに今度は生卵で試してみる。叩くの？嘘。ハンマーの衝撃で揺れる D3O、ね、その下のプラスチックの台は割れてしまった。卵割れてるよ。果たして卵は。おなんと無事だった。衝撃を受けた時だけ硬くなる。この不思議な物体の正体は何なのか。 D3O の正体が何かを知りたいって。すまないが、それは企業秘密だよ。だろうね。だが D3O が硬くなるメカニズムは説明してくれた。 D3O の中の分子は素早い衝撃を受けると鎖のように結合して瞬間的に硬くなるんだよ。ハーマー氏は片栗粉を水に溶かしたものを取り出して説明してくれた。これを指で素早く叩くと瞬間的に硬くなる。え？でもゆっくり入れると。何これ。え、そうなの？片栗粉。確かに叩いた瞬間片栗粉は硬くなり指を跳ね返している。一体何が起きているのか。実は水に溶けた片栗粉の分子はゆっくり指を入れると分子同士が自由に動くが、素早い衝撃を受けた時は互いに結合し固まるという性質を持っている。すごいな。 D3O も同じような構造になっているのだ。
では D3O が衝撃で硬くなる決定的瞬間をお見せしよう。まず重さおよそ6キロのボーリングの球をゆっくりと置いてみる。球は徐々に沈んでいき、くっきりと跡がついた。次に1メートルの高さから落としてみる。スーパースローで見てみよう。先ほど沈んでいったボーリングの球を今度は跳ね返した。ただ失ってるよね。 D3O はすでにスキーやモータースポーツなどの分野で実用化されている。ウェアの肩や肘に D3O のパッドが入れてある。衝撃からアスリートを守るのだ。動きやすいけど、こんな軽い薄いもので。バレーのトゥーシューズではつま先を衝撃からガードする。パーマー氏は D3O を今後もっと幅広く利用したいと考えている。不満帳じゃなこれね。 NASA、 ボーイング社などの航空機会社、さらに BMW などの自動車メーカーから D3O の利用法や可能性やコストについてすでに問い合わせが来ている。すごいな。衝撃で硬くなる驚異の新素材 D3O。 これを使えば将来さまざまな乗り物の安全性能が飛躍的に高まる日がやってくるかもしれない。D3O は無限の可能性を持ってるんだ。驚異の新素材 D3O、 この後スタジオで体感していただこう。この後ショスコップで殴られても平気な博士、うん、平気でしたね。あの博士が平気でしたね。さあその衝撃のですね新素材 D3O、スタジオにお持ちしました。おーやった。フリスビー、フリスビー、やわらかい、やわらかい、こんなグニグニですよ。これですか。これぐらいですか。痛いでしょ。気持ちいい。これこれやばいな。おお、どれただね、あんまりあのね、ぐにゃぐにゃになっちゃう。すごいすごい、面白い、楽しい。はい、じゃあちょっとその、はい、どんだけ平気なのかっていうのを、はい、生涯私がじゃあ実験台にとりあえず最初やってみますよ、うんうんうん、え、まさか、まさか、え、いきなり、え、ちょっと、ダメだ、自分でやったらダメだ。ちょっと待って、めちゃくちゃにやっちゃダメだ。からそれは怖いかも。痛い、それまで痛い、そこまでやったら痛いだから痛いんだよ。あの硬くはなるので衝撃は来るんです、多少は。ああ、で何にも平気なわけないんですよ。これはね、ただその、あの硬くなる感覚っていうのが、要は手で押したらこんなになるのに、これやると全然。本当だ。お、いけるいけるいける。ね、すごい。あ、じゃあ私手巻いていいですか。だね、多少。どのぐらい、どのぐらいか。うわ、めちゃめちゃ怖いじゃん。めちゃめちゃ怖いじゃん。ゆっくり入れられる。こうやって大丈夫。あ、でもなんか、でも今のこれ、そうですよね。結構響く。あー、大丈夫。ねえ、面白い。でも全然です、全然衝撃ないです。本当、そうなんですよ。で、これ普通の粘土です。はい、これ普通の粘土。これ落としたらどうなります。ベタベタってなりますね。ほら、ほら、それは、これはベタってなる、ベタってなる、どれ、絶対ベタってなる。おお、スーパーボール、すごい、スーパーボール、スーパーボール、すごい、すごい、すごい、あ、すごい、すごい、すごい、弾む、めっちゃ弾む。ねえ、楽しいですね。うわ、なんだこの収録。